久保真也子は、ドイツ、ベルリン在住の作曲家。神戸市生まれ。彼女は、大阪音楽大学ピアノ科を卒業後、1972年に、東欧して、ウィーン国立音楽大学作曲家で、ローマン派ウラ間、エイリヒウルバンナー、フリードリヒチェル派。ドイツのハノーファー音楽演劇大学で作曲を、ヘルムート・ラフヘンマンに指示。 1985年からベルリンに拠点を移して、ヨーロッパ中心に作曲活動をする。1990年から4年間イタリアに滞在。1995年以降再びベルリンに定住。1990年代からオペラに集中するが、現在に、イタリアまで約120の作品はソロから、還元楽まで様々なジャンルにわたっている。 1996年オーストリア、グラー,アーツで初演された、ラ・ショーモン・グラーツ歌劇場としたイーの秋、一色作品、ラ・ショーモン日本語による、日清劇場東京初演。2005年新国立オペラ劇場一色作品、おさん、新住天猛島物語より、の初演。2010年ベルリン教育芸術基金による、ジュニアオペラ、クモの糸初演。 これらのオペラでは全て日本文学とヨーロッパ音楽から得たマテリアルを結びつける技法が駆逐されている。約中短歌歌人、松平悦子による春の異変東日本大震災を読む短歌をテキストにした弦楽オーケストラとソプラノの初演が2011年にベルリンで行われた。2008年に発足させたヤコブ、ヤングアジアン。 室内オーケストラベルリンの芸術監督を務めるなど幅広く活動している。1979年にブールジュ電子音楽国際作曲コンクールで入賞してデビュー。これは日本人の電子音楽分野における受賞の最も早期の例である。ダルムシュタット夏季現代音楽講習会やドナウエス新玄現代音楽祭でも活躍し、 代表作のピアノ競奏曲やグラー,アーツで初演されたオペララ・ショーモンでは死の影響の強い作風を示す。日本でも京都市公共楽団によって公共曲第2番が日本初演されていた。作品はクロスオーバー的なものから伝統的な公共曲まで幅が広い。社会問題をテーマにしたり、未知であり、また無整備の世界と美的な また統一された様式を結ぶのが彼女の音楽である。緊張が頂点に達すると、呪術的オスティナートへ修練するのが特徴である。近年では、ラフヘンマン気伝のノイズは姿を消し、響きの安定した楽器法へ傾斜しているが、死の構成法はまだ健在である。作品は、ブライトコプフーンとヘルテル社、ベルリンのフェラークノイエムジーク、 ベルリンウィーンのアリアドネ社から出版されている。ありがとうございます。